ねえ。そうです、そうです。いやー、多分そうやと思う。長い付き合いなんですよ、だから、うん。そうです。ジャムの他のメンツなんかは、遠藤さんなんか今なんか仲良させてもらってますけど、ジャムで、アニスパ何回来ても俺のこと覚えへん。なあ。何回来ても覚え、初めましてって何回も言われる感じで。まあ俺もあの、覚えてるふりしてずっと、わしだけケンちゃんって言うそうなんですよ。ごめんな。そうなんごめんな。見て、タケドットニエッチ。タケドットニエッチアットマーク。そうなんです。なんかケンちゃんな顔やったね。顔がケンちゃんやん。奥井さんが未だに僕のことケンちゃんと呼ぶんで。あ、そうなんや。まあ、でも冗談で、奥井さんは分かった上でケンちゃんと呼んで、奥井さんのことをガミちゃんと呼んでるんですけど、おぉ。まさみちゃんって、ガミちゃんガミちゃんって呼んでるんですけど、それ分かった上やと思ってたら、ほんまに俺のことケンちゃん。いや、なんかわしだけケンっていう、自分の中ではわしだけケンだったね。もう10年ぐらい。ようやっと初めて、僕の全てが分かりました、ね。竹ちゃん、はい、竹ちゃんよっ竹ちゃんうるさいうるさい。そうなんです。1対1ではね、そうなんです。こうやって初めてでも、初めてなんですよ、はい、さっき聞いてびっくりした。そうでしょう。うん。だからこういう、だからアニスパも多分、お一人ではない。いや、あると思う。いや、水木奈々ちゃんと一緒に来られたことがあったけど。あ、それはお一人じゃないね。そうです、そうです。だから本当にあの、そのユニットは何そのユニットはない。そのユニットやねえな。そのユニットはない。そのユニットちょっと名前つけて、ちょっと誰かやってくれへんか。各事務所から書くって。二つしか事務所からねえの。いや、うちはオッケー。向こうがあかん言うて。はっきり言うな、お前。そこまではっきり言うな。そうなんでございます。そう、一対一でございますけれども。はい。そうなんです。だから今日は、今まで今更聞いたことないような質問とかもいっぱい後でしていこうかなと思うんですけれども、はい、まずはですね、はい、まあ、先日、ジャムのツアー、終了お疲れ様でございます。ありがとうございました。はい、私行かせていただきました。ねえ、はい、ちゃんと来てくれたらもう確認してるから。ちゃんと挨拶したじゃない、うん、そう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 。ああいう時にな、はい、挨拶して、はい、この人絶対知ってるけど誰やろうっていうのは、やっぱり年とともにすごい増えるんですよね。やっぱそうっすか。もうすごい。だって、うん、100人ぐらいいたんじゃないですか、あれ、最後、その、ああ、そうやね。その、ロビー打ちみたいなのがあるんですよ、うんうん、武道館でもね、そう。打ちみたいなのがあって、そこでうわーって並んでるから、僕もこう、挨拶したらもう出ていくしかないというか、残ってたらね、はい、もう混雑するからみたいな状態じゃないですか。うん、そうそうそう。あんだけいたらそうですよね。うん、誰やろう、そう。俺の客かみたいな。で、はい、なんかこう、すごい向こうは知ってるみたいで、はいはいはい、お、ヒロノブーとか言われて、ねえ、いや、めっちゃ、ヒロノブーめっちゃ知ってますでしょ。で、俺なんか、うわ、どうもーって言いながら握手して、終わってから、なあなあなあ、あの人誰やったそしたらみんなが、うわ、兄さんひどい人やわ。でも、ありますあります。僕もあります。そうやろ？よかった。そうです。僕もあります。おー、ねえ、最後じゃないですか。ええー、って言ったら、後で。って聞くこと、まあ僕もある。まあ、あんだけ人おったらしゃあないですよね。はい。ねえ。